こんばんは、まちとりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、群馬県は、富岡市の、上州富岡駅に来てます。こっからですね、富岡製糸場、世界遺産に登録されたんですかね。そこまでね、ちょっと商店街を通って、歩いていきたいと思います。もうちょっとね、早い時間に出ようと思ったんですけども、ちょっと暗くなってしまいました。冬至が一昨日ですかね。これから徐々に多分日が長くなっていくと思うんですけども、まだまだね、もう今ね、ちょうど5時20分なんで、もう5時過ぎるとね、ダメですよね。ということでね、まあ、薄暗い感じの商店街になると思いますけども、そこを歩いていきたいと思います。上州富岡駅はね、結構綺麗なんですよね。で、この鉄道は上信電鉄ですね。なんか、信の字がついてるんで、信州まで行ってるのかと思ったら、なんかウィキペディア読むと信州まで伸ばそうとしてたらしいんですけど、ちょっと諦めて、それで上信電鉄っていう名前なんですね。で、実際には下仁田まで、行ってるみたいです。世界遺産富岡製糸場のある町、富岡市ですね。駅がね、なんで結構駅前が綺麗なんですよね。この右側もね、レンガ造りの、これはもともと倉庫だったのか工場だったのかで、案内板がね、暗くてちょっと読みづらいかもしれないですけど、右に行くとね、富岡製糸場なんですけども、どちらかというとですね、この駅前商店街のね、あたりをね、ちょっと通って、で、この辺の、町をね、ちょっとこう、いろいろとあちこち、歩きながら、富岡製糸場の正門ぐらいまでね、歩いていきたいと思います。あ、なんか、こんな、暗くて読めますかね、VR ツアー体験をしようっていうのが、あるみたいで、こうアプリを落とすとそういう VR が体験できるんですね。でこれね、向こう側に赤レンガがあったりね、なんかめちゃくちゃ趣のある雰囲気なんですけども、いい感じの街ですよね。ということで、このね、駅前通りを行きつつ、富岡製糸場、あと今はやってないですよね、あとね、まで行きたいと思います。今日はこんな感じですね。で、川崎屋食堂っていう、結構町の食堂って感じの、カツカレー850円、オムライス850円、チャーシュー麺750円、まあまあそこそこいい値段してますよね。もともと呉服屋さんだった富岡駅、富岡駅前通り振興会という商店街だったんですね。だった？あ、今もですかね。お米屋さんですかね。そして時計屋さん。
まあ街灯がこうやって一定距離ごとにあるんで、そこまで暗くないんですかね。これビューティーサロンカブラ、カブラなんか字が多分抜けてる気がしますよね。で、案内板にもあった通り、富岡製糸場まで、上州富岡駅から1キロ弱って感じなんで、全然歩けない距離じゃないですよね。そして何でしたっけ、真実のなんとか占いがあったり、ポップコーンの販売機があったり、100円占いなんですね。出てますか、看板読めますかね。ちょっと暗くて読めないかもしれないですけど。そしてあの、まあ、駅前にもあったキャラはおとみちゃん、おとみちゃんっていうキャラみたいですね。こんな感じで休憩所みたいな感じになってるんですかね。ちょっと道に迷わないように、地図を見ながらね、行きたいと思います。そしてここもなんか商店街っぽい通りで、ここラーメン屋さんが急行食堂というお店があったり、その向かいは和洋レストラン新洋亭、そして目の前はタピオカドリンクとキンパ、テイクアウトのキンパのお店があったりします。ちょっとここで渡りたいんで渡りましょうか。こんな感じでね、あの街灯は商店街っぽい街灯ですね。そしていろんなドリンクが置いてたり、キンパ、韓国トースト130円、そういうお店があったりします。もちろんね、この時間なんで富岡製糸場は開いてないと思うんですけども、あ、そうか、日付ですよね。今日は2021年の12月25日土曜日、時間はね、今がちょうど5時半、午後5時半ですね。この道を左側に回って富岡製糸場が世界遺産になったんで、多分こうその周りの商店街とかもなんか活気づいてるんじゃないかなと思ったりはしてるんですけど、今から成人式の季節なんで、成人式用の着物ですかね、
結構ね洋服屋さんとか空いてるんですよね。そしてこっちが市営の駐車場があったり、韓国家庭料理のこのお店は結構人がいっぱいでした。食器屋さんですかね。そしてその目の前は洋服屋さん。これは観光物産館。位置的に言うと今ここですね。そして製糸場はここなんで、まあでもすぐ行ってもしょうがないんで、この辺ちょっとブラブラ歩いて製糸場まで行く感じで歩いていきたいと思います。自転車屋さんですね。居酒屋、北海亭、めちゃくちゃ居酒屋の前に広い駐車場があって、結構地方都市行くとね、もう車がないとどこも行けないとかで、結構居酒屋にがっつり駐車場があったりとかね。でこの通りもね商店街っぽい感じなんですけども、こっちのね製糸場の方に向かって一旦歩いていきたいと思います。ここ伊勢屋って何屋さんですか。ラーメン屋さんっぽいですね。しのそば伊勢屋さん。昔ながらの中華そば600円、本当にここの値段で。これは白町通り南広場ってことなの。この辺はお城があったんですかね。なんか製糸工場しか知らないんで、ちょっと待ってくださいね。すぐ行って、この辺も商店街っぽい感じの街灯なんですけども、ここは三丁通りっていう通りみたいです。もうちょっと向こうにね進んでから、どっかでね右に曲がってね通りに入っていきたいんですけども、で、ね、正面がね多分製糸場なんですよね。5年ぐらい前にね一回来たことがあるんですけど、その時は本当に街は全然見ずに富岡製糸場だけ観光して帰ったって感じでした。かりんとうまんじゅう、
この辺入っていきましょうか。ここは見どころ新の字はなんか観光地というか観光できるような建物っぽいですね。こんな感じでスナックがあったりします。お寿司屋さんですね。このスナック、スナック天津、あ、こちらラーメン天津ですね。そしてここもなんかいい感じの路地だったりするんですけど、味どころトトナ。右側は居酒屋で、ここは歌の店ひとまと、この辺もなんか飲食店があるんですね。そしてあ、これはレトロな地元商店街、上州富岡銀座通り、銀座通りって言うんですね。ヘアサロン、スナック、コロッケ屋さん、ブティック、いろんなお店があるんですね。こんな感じで、なんていうんですか、敷地ですかね。そしてこの辺りで富岡製糸場までね向かっていきたいんですけども、こっちもなんか雰囲気のある通りがあって、銀座町中交流館、もとみちゃんがいますね。そしてこれは目の前になんかスナックビルっていうんですかね、そういうビルがあります。こんな感じで全然お店が開いてなさそうですね。スナックビルみたいな感じですね。おじさんがずっとお店の前で電話してますけど、ね、この辺なんかちょっと
雰囲気のある建物があったり、そのこの右側がこれ工事してるっぽいんですけど、その向こう側に製糸場があります。暗くて見えないですね。なんか多分この辺りの歴史ある写こう建物とかの写真っぽいんですけども、あーなんか作業風景と、なんて読むんですかね、これクリート機械、全然読めないですね。建物等の写真があります。見えますかね、ちょっとこんな感じでね、ライトアップされてるんですね、夜も。昼来たら多分観光する人たちがかなり歩いてると思うんですけども、残念ながらちょっと時間が遅くなってしまったので、ではこう製糸場の建物をね映しながら、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。ありがとうございました。